アイスの季節になりました。アイスの季節です。ごめんなさい、ごめんなさい。ちゃんと反省してますか。マジで本当にそれに感謝。冷蔵庫壊したの僕です。お前なん。はい、冷蔵庫壊した。ツイッターでこんな画像が回っておりました。あ、でもこれ許可取ってないんで画像はないです。はい、まあはい、なんかカフェオレのなんかその紙パックの飲み物を、はいはいはい、あるじゃないですか。このなんかこういうコーンみたいな形のやつ、うん、あれをそのまま凍らしちゃって間違えて冷やそうとしたら、ああ、見た。そしたらアイスになっちゃってすごい美味しかったっていうツイートだったんですよ、はいはいはい、ということで第42回、おお、甲子園まあ甲子園はもうちょっとやってんのかな、もうちょっとやってんの。コンビニの、はい、飲み物でアイスにしたら美味しいものを俺らが1位決定していこうぜっていう選手権を開催しようと思ってるんだけど、はい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 、日時は明日なんですよ。ああ、なんで今ここで 何の飲み物がいいかちょっと言っといたら凍らしとくんで2つ3つ、ちょっと調べていいですか。うん、やっぱあれ見た時に誰しもが、あ、なんか他にも絶対美味しいのあるなこれって思うじゃないですか。あります、あります。で僕はちょっともう考えてあるんで。あ、本当に、はい、これね、勝ちに行っていいですか。僕これなんですよ。カフェオレだったじゃないですか、はい、グリコのカフェオレのたっぷりミルクがあるんですよ。うーわ、絶対美味しい。この白色のやつがごく稀に売ってるんですよ。ちょっとこうパッケージ言うと薄く見えるパッケージ。そう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 、だからあれなんか結構ちょっと茶色って言ったらだけど、うん、コーヒーっぽい色取り揃えてるところはあるんですよ。うんうん、それどうかなと思って。ちょっと牛乳多めの方のそれ探さなきゃいけないからちょっと面倒っちいんだけど、うんうん、でもこの味ミルクなんだけど、うん、アイスにしたら絶対美味しいんですよ。まあそれはね、あれがうまかったってことはこれもうまいでしょう。そうなんですよ、ね、これちょっと俺行きたいかな。あとワインかな。ワイン、ワイン、ウォッカ、ウォッカ、ウォッカって凍らんくない。凍らないんだっけ。あいつあれアルコールって凍るんかな。いや凍るか。ちょっとワインわかんないけど、まあ、やってみるわ一旦いやいや僕はやっぱタピオカはどうなんだろうっていう。ああ、タピオカの飲み物をあのまま凍らしたら気になる。ちょっと気になるよね。凍るかどうかわかんないよね多分。まあ糖度が高すぎるって説はあるけど、まあ、やってみる価値はあるね。うん、あとはもう牛乳、牛乳系は絶対美味しいよね。で俺はちょっとこれ本当にはいはいはい、いいのか悪いかわかんないけど、うん、生クリームとかそのまま言えんかなって。どうなんだろう。いや、予想もできないそれ。うん、気にはなりますね。気にはなるよね。はい、まあちょっと固まんないかもね。どうなんだろう、ね、そうなんだよ。でも生クリームの元は原液は、いや、そっちで一応想像はしてたけど、うん、固まりそうじゃん絶対。まあ確かに。でも固まんない。でも考えてると思うんだよね。考えてなかったらこれとんでもないことが起きる。この動画、いやマジでさ、この動画で全てがひっくり返る。はい、もうメインにします。そしたらまあね、はい、まあいいですよ、はい、なんかこうお互いにいくつかコンビニのものを買って凍らしといて、はい、明日のお昼ご飯の時にそうしましょう。発表会開催しよう。みんなが真似できるようにね。そう、はい、しましょう。ということで、はい、ちょっと前にアイスにしようみたいな話、あ、出た。結構入れてたんですよ。はい、で、君が言ってた、あ、え、あと冷蔵庫買いました。で、ほら、これ買ったわけですよ。最高ですよ、君のやつを。で、冷凍庫に入れてます。うん、すげえ。はい、これ前話題になったやつのミルキーなバージョン。これやばいっすね。僕こちらタピオカミルクティー。あ、絶対美味しい。どうやって開けてたのか。こっから開くんだ。そう、これをこう剥いてったらしいですよ、あの人。はい、見ててください。皆さん、はい、見てください皆さん。いきますよ。はい、うわ、うまそう。はい、いいですよこれ。ちょっと待って、これ絶対誰かが一回タピオカ開けようとして、あ、タピオカ開けるようじゃないからだ。あ、そうだね。え、こいつどうやって開けるの。やばくね。それ、ま、間違ったよ。いや、もうそれはやだ。構造上のミス。冷てぇな。冷てぇよ。ペンチみたいなので開けなきゃいいんだろ。俺ら見たか、これ。冷てぇ。うまっ。絶対無理だわ。タピオカは開かなかったですえ、じゃあ、あれじゃん、
一回溶かせばいいじゃん、そしたら飲めるぜ。飲むじゃん、それ。うわ、うざこいつ、しっかり置いとこう。わ、お前それじゃん。なんでストローでやんの。いや、こういうことかな。ああ、その、ついてるやつだけで。いただきます。はい。なに、めちゃくちゃ美味しいです、これ。ちょっと、ちょっと、なにこれ。うわ、すげえ、これすごいですよ。これめちゃくちゃうまいね。じゃじゃーん。はーい、出ました。これはやばくない？凍ってんの、凍ってんの、これ。凍ってます。どうなんの。ホイップクリーム。何がしたいの、そいつは。もうホイップする気ないわけでしょ。ホイップする気はないです。どうなんだろう、ね、あ、ちょっと待って。じゃじゃんも飲めんじゃん。若干、やっぱそれでいいんだって。柔らかいですよ。だから、クーリッシュと一緒だと思う。クーリッシュと一緒だ。クーリッシュの原理だよ。クーリッシュ原理だ。出しますよ、はい、出ねえよ。クーリッシュの原理な。クーリッシュの原理はこう。これでも、ここ切っちゃうってそうじゃない。え、すごくない。えい、うわうわ、なんかどっち、アイス、危ねえ。あ、サンドバッグだ。サンドバッグでした。これどうなん、これどうなん。ちょっと食べてみて。いくよ。ああ、あれだね、あの、世界で一番おいしいソフトクリーム。ああ、それね。行き過ぎだろ。あ、本当にアイスクリームだ。そう、ソフトクリームですよ、これ。めちゃくちゃ甘い。ふかふかのアイスクリーム。うん、布団みたい。美味しいです。え、生クリーム優勢じゃない。優勢ですね。はい、はい、君。これ何、これ。え、お前が言ってた。何、ワイン。え、なんなん、ちょっと前の俺酒ばっかり言って。いいんだよ、酒ボケ。いいんだよ。何やってんの、何やってんの。酒パターン多いじゃん。昨日もやったわけだから、うん。うわ、おもろ。牛乳おもろいよ。ほら、ほんとだ、牛乳おもろ。いや、でも信用ならんな、そいつ。なんで。なんか、沈殿しちゃっつうやん、感じが。いやいやいや、おもろくない、おもろくない。いや、すごいよ。理想には近いですよ。おもろ、牛乳おもろ。牛乳おもしろ。おいしいかどうかだから結局。うん、いや、今のところ全部おいしいですよ。牛乳は俺危ないと思うぜ。ほんとに。確かに、ね、甘さないかもしれないね。下に落ちちゃってそう。牛乳、あ、確かに凍らせた牛乳食べたいと思います。あー、やば、石になってる。おー、いいじゃん、大事だ。どっち。まだ食ってない。え、硬い。え、凍りやすいんだ。確かに、確かにさ、その凍らないんじゃないみたいな話してたもんね。うん、これがうますぎるな。その道の人、使い方が。じゃがいもの芽みたいに取んなよ。上手。これめちゃくちゃうまい。それめちゃくちゃうまいな。これやばい。ちょっとキイチに食べてほしい。めちゃくちゃうまいよ。あ、食べます。あ、うまっ。うまいよね。やばいよね、これ。できました。ほんとだ。あ、でもおもろいよ。これでいいんじゃないですか。ちょっといただきますね。なに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 。ただのワイン。なん、どういうこと。凍ってない。えー、凍ってるじゃん。全然ワインのシャーベット食べたいと思います。はい、ありありなんだ、これ。でもかなり、その、アイスとかこういうので、このアルコールってあんまないから、うん、ただこれ、癖になる人はめちゃくちゃ癖になると思う。ああ、確かにね。超美味しいですね、夏。できんだ。うん、あんじゃない、こういうの。シャングリアとかだったら飲めるよ、多分だって。まあ、シャングリアだったら全然いける。シャングリア何か分かってる？なんかシャンディーガフみたいな。シャンディーガフみたいな感じではある、作りは。シャンディーガフ何か分かってる？
ビーフストロガノフみたいな。ビーフストロガノフみたいな作り方ではあるかもしれない。いや、ない。こいつを食いたいけどね。こいつも、あ、俺食ったよ、そいつ。味しねえ。味がなくなってる。わかんねえの、こいつ。あ、突破口を開きまんじゃん。はいはい。こっからね、よく言ってるやつはね、これは01と112のよく別に言ってない。よくは言ってない。よくガンダがよく言ってるわけだよ。俺01かます。俺は01かます。悪いわ人だから、やっぱ言ってるから。あ、そうなんですか。言ってないよ。聞いてるけど俺は。いや、そこまでだから。いや、でもこれじゃタピオカ入ってないじゃん。入ってないよ。ミルクティーだよ。めちゃくちゃうめえな。一番うめえわ、これが。優勝。このミルクティーが一番うめえ。濃いのがうまいわ、やっぱ。タピオカかけん。言ったじゃん、お前。うまっ！これうまくね？これいっちゃうまいわ、この。タピオカがうまいんじゃないわ。これがうまいんだわ。実は、うん。真髄に一番おいしいの、ダントツだもん。いや、これが一番うまい。これよりもこれの方がうまい。わかったわかった。ねえ、大丈夫。ねえ、セーフセーフ。いや、お前ボディのところがお前ハンドソープに当たっただろ、お前。完全にタピオカありますよ、これ、ね、おいしい。うわっ、うげえ。これうまっ。これうめえわ。これはいっていい。よいしょ。すげえ、タピオカももっちもちしてて。してる？もっちもちしてますよ。もちもちじゃなくて、もっちもちしてます。もっちもちしてんだ。ということで、優勝はタピオカにミルクティーに入っていたミルクティーでした。ありがとうございます。2位は2位は、生クリームですね。3位はえーっと、一番初めのやつ、カフェオレ。カフェオレ。4位、はい、4位は、他はない。4位はない、決めれない、決めれない。全部一緒。一緒でした。順位ないです。同率1位。はい。ゆとりなんで。あ、確かにね。ゴール前で手つないでゴール。はい。全部一緒でした。はーい。一生この企画やっちゃダメだよ。その、比べる系一生やっちゃダメだよ。いやいや、もう時代だから。まあな、今の子たちはそうなんだろうな。え？え？ちょっと夏っぽい企画が続くんで、おそらくその無断の企画中とかは、あのトークがね、放送されないと思うんですよ。なんか、いや、なんか都内の映像がさ、差し込まれると、ちょっと世界観壊れるかなと思いました。そうね、毎回だって、その日に撮ってるわけだからね、トーク。もうそうですよ。途中で切れてるように見えて、あれは毎回新しいの撮り下ろしてるわけじゃん。そうです、途中で、あ、ここで、今日は。お前覚えとけよ、そこの口の形覚えとけよって言って、次の日ここから同じ服着てやってるわけだ。ねねっていうとこでやってる。だから村では撮れないんですよ。それできないし、ただ背景が変わっちゃうからね。はい。だから毎回同じ映像撮ってたんですけど、もうちょっとね、ここで一回トークが。そっか、それ説明してなかったんだ。そう、説明しないと多分、だからトーク取りだめす、あ、そっかそっか。そう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 、取りだめなんかなと思われちゃうから。思われてたんだ。そう、だから、まあ、村の時止まっちゃうのは、まあ、いつも毎日取り下ろしのトーク撮ってたからですっていうのを説明した。そうですね、電波とかあるからね。まあそうですよ。撮ったとこで載せれなかったりするわけです。まあそうですよ。